ザノット、ロッテルダム新基地タジリは、日系アメリカ人の彫刻家。晩年に、オランダへ帰化した。彫刻以外にも、絵画や写真、映像などの多方面の芸術において活動した。タジリが生まれたのは、カリフォルニア州ロサンゼルスにある労働者階級、居住地区ワッツで、タジリ・リュウ吉と、菊田不要の間の7人の子供のうち5番目に、生まれた。父のリュウ吉は、 かの高祖劉法を外するとされる田尻氏の抜流である佐賀藩の氏族であったが、明治維新の近代化の流れの中で武士の特権を失い、長崎市で自転車商を営んでいたものの、将来を悲観して1906年にアメリカへの移住を決めた。妻の扶養は静岡県出身であり、氏族出身の父親が木材業の仕事として渡米していたところ、 夫となる竜吉と出会い演談が進められ、1913年に入籍して渡米することになった。1936年に家族でサンディエゴに引っ越すものの、1939年に竜吉が脳一血により死亡した。サンディエゴでは彫刻家のドナル・ホールドと知り合い、彫刻の手ほどきを受けた。この頃金を持っていなかった新吉であったが、 ドナルが庭作業をする代わりに無料でレッスンを受けさせてくれた。2008年12月7日、オランダ国籍を取得した。翌2009年3月15日、85歳にして死亡。ありがとうございます。